株式会社富士急百貨店は山梨県富士吉田市にあるファッションビルキュースタを運営する富士急グループの企業である日本百貨店協会非加盟店。かつては静岡県沼津市で同盟の百貨店を運営していた。本校では主に同店について記述する。1965年12月1日に開業した富士急名店会館を拡張発展させる形で 1967年10月1日に富士急百貨店を開店したのが始まりである。JR 沼津駅南口に建てられ、店舗の周囲に富士急グループのバスの乗降所を配したターミナル的な立地の店舗で近隣にあった西部百貨店沼津店と共に沼津駅南口の賑わいの中核となっていた。鉄筋コンクリート作り、地下2階。 地上9階建ての建物のうち地下1階から地上6階までを売り場として使用し、食品からファッション関連まで幅広い商品を扱う、テナント40から50店舗を集めた専門店ビルの形態で営業していた。2002年には耐震補強などの大規模改修を行ったが、その際に2012年4月までに全テナントとの契約が切れる定期借地権契約を結んで、 新規テナントにもこの期限での契約を求めたため、退店に伴う秋フロアへの後継店舗の招致ができず、客足が減少する悪循環に陥り、さらに2009年10月に有客力のあった有力テナントだった1階の化粧品店が近隣に完成した再開発ビルイラでに移転し、2010年2月に地下1階の食品スーパーの君沢が赤字を理由に閉店するなど、 有力テナントの撤退が相次いだ。こうしたテナントの流出により2010年1月末で28店舗まで減少していたが、さらに同年3月に1回の大半を占める富人服3店舗が閉店や移転を決めるなどテナントの流出が続いている。2010年3月時点で土地、建物を所有する富士急行は2012年4月以降について白紙とし、 規模を大幅に縮小して営業を続けていた。2019年6月、建物の老朽化に伴い残っていた、テナント、案内所、オフィス等が10月から11月にかけて閉店、または移転し、12月以降に解体される予定と報じられた。そして、実際に最後まで入居していたモスバーガー富士急、沼津県の賃貸契約終了に伴い11月18日に、 閉店し、12月2日から解体工事が始まった。跡地の利用に関しては、駅周辺鉄道効果事業の進展を見据えて、検討するとされている。また、百貨店も名乗っているが、売り場は、専門店が入居する、ファッションビル形態であり、かつ、日本百貨店協会には加盟していないため、百貨店として扱われない場合がある。なお、当店を運営していた。 株式会社富士急百貨店は2005年12月に伊東洋華道富士吉田店が撤退した山梨県富士吉田市の富士急ターミナルビルを改装して2006年3月31日にテナント48店を集めた専門店ビルキュースタを改良し新たな主力事業としている2012年4月までに賃貸契約終了などで すべてのトナントが撤退する見込みであったが、2019年10月時点では、モスバーガー富士急沼津店、ミーツ、富士急式バスの案内所などが存在していた。なお、バス案内所は11月5日に、向かいの沼津少年会館第一ビルに移転した。ありがとうございます。